おはようございます。いいじゃないですか。なんで髪色いいよね。なんでってなんだよ。薄くね、反応。え、なんで。そう、いや、さっき反応したじゃん。玄関でうんって。いいよ。全体10時半だけどね。俺結構早く着いてたけどね。来いよ、じゃあ。車出るのめんどくさかった。あ、そうだと思ったけど。そうだと思ったけど、来いよ。おはようございます。おはよう。おはようございます。すいません。はい、すいません、遅れました。なんかレイ可愛いね、なんか髪色変えたの。おー、可愛い。青いね。青いよ。まだ。じゃあ今日もあれありますか。なんすか。撮影前のあれ。あーですか。毎回恒例の。あー、いいっすよいいっすよ。頑張りまーす。頑張りまーす。なんこれ。キモいし、つまんねえ。こいつが終わらしてきてないんで、今日の動画のプレゼンの資料を、あの、申し訳ないですけど、時間が欲しいです。何分いるんですか。うん、まあ30分ぐらいは欲しい。長いな。まあ俺は全然いいけどね。なんでお前そんないつも一日密着の時裏側でもこうですってすんの。本当はもっと怒ってるくせに。いや、それが悪いじゃん。早くしろよ、じゃあ。お前なんでお前が実際より悪くなる必要があるんで。いや、本当にお前はなんかしろ。やります。早くして。じゃあ、何も言えない人。はい、噂の前澤じゃんけん。僕は9回連続勝ったら10万円コースです。チナ負け。珍しい。チナ負け。あ、負けたね。チナ負け。ってことでやっていきましょう。いきます。はい。まあ、大体、まあ、人間は最初チョキ出しちゃうんで、僕はグーでいきます。決まってんだよ。ほい。え、これ最初から勝てないの。自慢でいいか。パー。おー、こういうの、こういうの。あるぞ、あるぞ。こういうのよ。次。2回目いった。パなんかやっとの思いに当たって。ダブルアップチャンスやりますか。やります。外れみたいな感じ。なんだよこれ。もう今撮影が2本、 1.5 本か、 1.5 本みたいな感じで、その 0.5 の撮影のものが届くまでの待ち時間です。はい。じゃあ久しぶりにボドゲしない。あー、はい、ありの。どっちで行く。どっちで撮らせるか、撮らせるかゴールするか。一応軽くルールとしては、青を相手の方から逃がすか、赤を4個取らせるか、相手の青4個取るかって感じのゲームです。はい。じゃんけんぽい。なんで全員。じゃんけんぽい。これでどっちかな決まるわけだね。これが、うん、ほぼ青だけど、うん、ほぼ青ね、うん、けど万が一赤で、まあ、あるあるある。それを見破ってこれが赤だった場合、うん、完璧に勝ちよ。でもでかいよ、ね、これ見破れなかったら完璧な負けだよね。うん、パターンは2だよね、うん、取るか、こいつを進めるか。まあまあ、俺は、いいよ。どうする。やばい、これは赤だと思った俺は。やばい、なんかこれ取る、しょうもない芝居してるような気がしてきた。向こうが、うん、今ね今してるような気がするな、なんかな。今そう、なんかね、今の感じちょっとね、しょうもない芝居してる感じやったんだよな。とりあえず取るか。うん、勝利を。いや、ほらな、ほら。でもまあまあまあ、俺も多分取んなかった。これはダメだ。しゃー、取んなかった俺も。いや、なんかさ、クリアした話してるから、クリアした場合の話をしてるからさ、うん、赤な、その次があるってことは赤なんかなって思ったんだよ。それすら取った。それすら作戦だった。悔しいね。悔しいね。今の大敗北。完璧な敗北だ。撮影が終わりました。何だとしてんだよお前。このダーツで俺が勝ったらこいつが死を食うんだ。まず片付けよ。まず片付けるぞ。今日はあと2本かな。あと2本だっけ。この後シンプル料理かな。
いや無理無理、それじゃ食えないで、でも5本取んなきゃいけないから。いいなー、終わった。じゃあピアス開ける。俺は開けたいよ、ピアス開けて。じゃあ開けろ。でも動画で開けたい、せっかくなの。知らない。あー、このね、カメラが回った瞬間に強くなるっていうね。あぶねえ、あぶねえって、やばーい、2連敗弱すぎ弱すぎ弱すぎ、うるさい一昔前のオタクやん。いや、本当に勝てないよ俺。いや、俺もマジで弱い。俺マジで学校で勝ったことないもん。マジで俺人生で勝ったことのぐらいだもん。元か行きます。いいよ、もっち行くよ、レディーゴーうわ、もうほら、弱い。ちゃんとやってる。うわ、あ、でも意外に、あ、意外と粘るタイプ。待って、意外にきついうわいって負けた。意外にきついな、まあ、意外に、意外にって感じ。やるじゃん、まあすごいね、すごいね。そうやってさ、女子ファンつけろすんなよお前。いや、俺今のつけて今の確信犯だろ。なんでそんな可愛いのとかやったら、レイ君なんかちょっといい子みたいになるじゃん。やるけどね、別に。はい、ダメ、普段からやるアピール。それにしてんじゃん、対応するって。おい、狙うなよお前。ちょっとニコニコすんなよ。狙うなよ。ちょっとニコニコしとるんよ。レイもちょっと対応しなよ。あ、起きた。お、今起きたよ。今すぐ言ってた。これか、お前だ。なんで現在7時半なんですけど、今日の撮影が全て終了しました。あ、4本ですね。頑張りました。まあちょっと、まあこれは動画のね、残飯で、まあ、食べて処理して、はい、洗い物してっていう感じですね。はい、こんな感じです。こんな感じ。今日大丈夫、見どころ大丈夫でしょ。まあなんとかなるかな、まあ、あと何分かで詰め込みましょう。そうですね、はい、では、うん、まあお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、片付けるよ。はーい、いつも片付けなのにね。片付けるわ。みんなお片付け、はい、してして、してます。あ、これも使ったの。待って、まずいな。まずいの？特殊なフライパンなんだよ。使う前にちょっとやんなきゃいけないし、使った後もちょっとやんなきゃいけないんだよな。嘘、使ったらすぐ熱湯で表面いろいろやんなきゃいけないんだよ。嘘。寿司どうしましょう。いや、お前らがこれ醤油塗ってっからな、普通に。うん、まあでも強いて言うならお前がこれ潰してんの。平等にじゃんけんだ。最初はグー、じゃんけんぽい。やったー。最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでしょ。よし。はじゃあ車に置いといてもらって。やばバチ腐り、まあ、ということでね、はい、まあ、ちょっと今ズボンの紐結びながら申し訳ないんですけど、はい、あ、なんかということでね、はい、まあ、これから出かけるというか、まあ、遊びに行く。そうだね、飯食い遊びに行く。そう、行きます。はい、結構ね、日課だよね。まあそうだね、まあそうですね、あるんで、まあいつもの本当にまさに日課をお届けしたいと思います。はい、それでは帰ったのまで行ってきます。行ってきます。はい、現在ね1時50分ぐらいなんですけど、はい、まあ遊び終わりましたんで、はい、帰ろうと思います。はい、もうねこれ以上はないです。
一日密着は、うん、終わりです。もう終わったよ。もう終わった。いつも終わった。毎回一日密着の時さ、夜遅くね。間違いない。前回日に登ってたじゃん。ね、確かに。じゃあ今日も一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあいろいろね、その俺の反省とかね、この立ち回りとかね。まあすごいためになったよ。まあ俺とかあったと思うんで。めっちゃ気にするやん。あそこで必殺技決めとけばね。そうだね。悔しいっていうみんな反省点あるからね。アイクのね、うん、カウンターが一個も決まってなかったな。ちょっと読まれたね、あれ最後。完全にカウンター読まれまくったね。よしって言ってたもん、カウンターしたら。完全にあれ悔しかった。ね、悔しいわ。失力だったよ。まあもろもろ頑張りましょう。はい。じゃあレイク運転よろしくお願いします。お願いします。というわけで、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。